夢見る力、創造の源。日本の特撮テレビシリーズに金字塔を打ち立てたウルトラマンシリーズ、その一話一話の作品をより深く味わっていただきたい、そんな思いから生まれたプロジェクト、それがウルトラマンアーカイブス。勇気はある。制作当時の俳優やスタッフ、実はスクリーンプロセスじゃないんですよね。作品を愛する著名人、あのチームの組織者として、数々の資料、アンバランスなんていうのウルトラ Q にしようよ。タイトルバック自体が親父の最高傑作、オレンジと思いましたね。ノーとは言えないですよね。さあ、新たな作品の魅力が導く新たな空想の世界へ。つまりウルトラマンっていうのは光の国から来た使徒なんですよね。ウルトラサブスクで検索。つぶらやイマジネーション、ヒーローや怪獣たちにもっと会える。今回のゲストは片渕須直監督。